今日は久しぶりに買い物に行こう。何を買おうかな。ん？うわぁ、何？おい、主いるか。なんだ、あいついねえのか。ん？なんだこの封筒は。うぷ主は預かった。取り返したければここまで来い。おい、何かの冗談だろ。ヤミーか。私たちの元にこんな封筒が届いたんだ。この近辺を一応探してみたんだけど、うぷ主どこにもいないのよ。マリサとレイムにも同じ封筒が。この手紙、ただのいたずらじゃないのかもしれないな。お前たち、この手紙で指定されたところに行くぞ。ええ、おう。な、何回かにもって感じね。ああ、何が起こってもおかしくないぜ。地図によるとここを抜けた先らしいぜ。こんなところさっさと抜けましょう。な、なんだこの声は。な、なんだこの化け物は。おい、レイム。ええ。ヤミー、ここは私たちに任せて先に進んでくれ。こいつを片付けたらすぐに行くわ。わかった。頼んだぜ。く、仲間を呼びやがったか。一気に片付けるわよ。これでも食らいなさい。よそ見してていいのか。ここだよな。な、なんだこの音。ヤミちゃん、主か。小屋を解放してこさければ我と戦い我に勝利していけよ。ヤミちゃん助けて。主、今助けてやる。どけどけどけー。うおー。待ってくれヤミー。お前たち遅くなったわね。で、ウプ主はいたのか。ああ、このユウに囚われている。え、ユウに。ああ、こいつに勝てば解放してくれるって言っているんだ。ならこの戦い、負けられないぜ。相手は相当強いはずよ。油断しないでいきましょう。相手の出方を見るのも重要だよな。味方との連携でダメージアップを狙いましょう。ちなみにこの赤い竜のマークのマスに、自分の竜属性の駒を置くと、自分の竜駒がパワーアップするが、相手の竜駒を置くと、相手の竜駒がパワーアップするからその点注意だぜ。この状況で相手を倒すためには、相手よりも多くのダメージを与えないとダメね。そうだな。回復してくれる駒も入れてるから、うまく回復しつつ相手の HP を削っていくぜ。ふう、ギリギリの勝負だぜ。ちなみにまだ一戦残ってるのよね。なんとか持ちこたえてくれるといいんだが。ふう、あと一撃。これは予想以上に厳しい戦いだぜ。相手が連携して攻撃力を上げてくるわ。頼む、耐えてくれ。ギリギリ。はぁ、あ、危ねえ。よし、これで第一戦目は突破だな。問題は次の二戦目ね。よっしゃ、次に行くぜ。これに勝てばウプ主を奪還できるぜ。力を合わせて頑張りましょう。体力は相手よりも不利だが、コツコツダメージを与えていくぜ。相手の駒は基本攻撃力が高いから厄介だよな。せっかく回復した HP がバシバシ削られていくわ。よし、だいぶひっくり返せたぜ。さあ相手はどう出てくるか。く、ダメージを与えた分だけ与えてくるわね。この状況をなんとか逆転したいが。とりあえず HP の回復だ。回復だけじゃなくてこのマスで自分の駒と連携できるわよ。よし、結構なダメージを与えたぜ。しかし、相手は容赦なく強力なダメージを与えてきた。果たしてヤミーはこの強力な攻撃に耐え、勝利できるのか。これでどうだ。頼むぜ。もう少しダメージを与えたかった。さあ相手の攻撃は。く、よりによってここで強力な駒を出してくるとは。やべえ、これ食らったら。うわぁ。ここで諦めるもんですか。そうだ、ヤミーは一人じゃねえ。まだ私たちがいるんだ。お前ら。今度は私たち三人が相手よ。一人じゃ難しいことでも、みんなで力を合わせればどんなものでも乗り越えられるんだぜ。よっしゃー。やったわね。ああ。我を退けるとはな。みんな、助けてくれてありがとう。何言ってんだ、当然だろ。無事でよかったわ。たく心配かけやがって。じゃあ帰るか。おっと、ここでとびっきりの情報をお知らせするよ。
今回マリサたちが真剣勝負したオセロニアが、ゴールデンウィークに超豪華キャンペーンを開催するんだ。一体どんなキャンペーンを開催するかというと、CM 放映キャンペーンが、4月28日12時から5月30日11時59分59秒まで開催。なんとエスコマ確定ガチャと、星のかけらが最大で、250個、11連ガチャ5回分がもらえるキャンペーンを実施しているよ。そのキャンペーン期間中には超絶ミラクルガチャが開催されるよ。このガチャは、全員が S プラスのキャラクターのうちからランダムで1体を獲得できる、1人1回引ける無料ガチャなんだ。S プラスのキャラクターが、レベルマックス、スキル、コンボスキルレベルともにマックスで排出されて、しかも、神、魔、竜の好きな属性を選べるんだよ。つまり、すぐに使える即戦力キャラが必ずゲットできるんだ。開催期間は、2017年4月28日、金曜日、12時から、5月30日、火曜日、11時59分までだよ。次に、ログインボーナスやキャンペーンで、みんなに星のかけらがたくさんもらえるよ。初めてオセロニアで遊ぶ人は、ログインボーナスなどで、最大で250個、11連5回分がもらえるよ。久しぶりに遊ぶ人は、復帰ログインボーナスもあるので、最大で140個、11連2回分以上がもらえるよ。今遊んでいる人にも、最大で100個、11連2回分がもらえるんだ。その他にも、初心者を応援するキャンペーンがたくさん。逆転オセロニアを始める、再開するならゴールデンウィークがチャンス。友達を誘って一緒に対戦しよう。今日も最後まで見てくれてありがとな。みんな、用意はいいか。それじゃあ今日も闇闇じゃんけん張り切っていくぜ。最初は、グー、じゃーんけーん、ポン、あっち向いてー。ほい。ぜひこの機会にみんなもオセロニアで遊んでくれよな。それじゃあまた次回も勝負しようぜ。